部長、部長、いいですか。もういいですか。はい、後藤雄一君。はい、立憲民主国民社保無所属フォーラムの後藤雄一でございます。まずこれちょっと通告できなかったんですが、2月の21日私の通告の時にはご説明いただかなかったんですけども、逃走を防ぐための新たな保釈制度について法制審議会に諮問したということでございますが、これは昨年6月神奈川県の愛川町、私の地元でございますが、ここで保釈中に実刑判決を受けた男は収容中に逃走、そしてその後秋でも大阪でも逃走事案がありました。この愛川町ではこの地元の小中学校数日間学校閉鎖されて、私の子供も学校休んでます。この事件後法務省はですね、私に対して最高検察庁でチームを作って検証するというご説明されておられましたが、結局これがどうなっていたのかよくわからないまま、年末にカルロス・ゴーンが保釈中に海外逃亡をしたということが起きてしまいました。この諮問遅すぎたんじゃないですか、大臣。森法務大臣。委員長。はい。委員のですね、お示しの事案も含めて、さまざまな保釈中の、逃亡事案等がございました。それを受けて、今回、諮問をしたということでございます。諮問はできるだけ、迅速にするように私も法務省内に指示をしてきて、おりましたし、全般的に、必要な論点を検討するように指示をしておりますので、適切な諮問をしたというふうに思っております。後藤雄一君。諮問の後答申までに時間がかかるということであれば、それは専門家の検討ですとかいろんな角度から多少分からなくはないですが、諮問がもう8ヶ月も経ってからというのはこれ遅すぎだと思いますよ。最高裁お越しいただいておりますけれども、最高裁、裁判所全体としてでしょうが、裁判所でもこういう保釈の条件ですとか逃亡の恐れについていろんな形で検討されているというふうに伺っておりますが、その検討状況どうなっているんでしょうか。結局ゴーン事件が起きてしまって遅すぎではないでしょうか。またゴーンが逃亡したことについて、裁判所として、どのように受け止めているんでしょうか。合わせてお答えください。最高裁判所安藤刑事局長。お答え申し上げます。まず委員ご指摘ありましたカルロス・ゴーン被告人の保釈中の逃亡事件についてございますけれども、個別裁判の逃避についての言及は差し控えますが、保釈中の被告人が不正に出国して刑事裁判が開けなくなるというのは本来あってはならない事態とか事務当局としても考えておりまして、今回の件については重く受け止めておるところでございます。それから裁判所での取り組みでございます。先ほど委員からもご指摘ありました、昨年夏ごろから保釈中の被告人の逃走事案が相次いで発生しておりまして、一部の地方裁判所におきましては保釈が取り消された実例を素材として保釈の運用に関する議論がされていたところです。でこれを受けまして昨年秋に開催された司法研修所の刑事事件を担当する裁判官の研究会におきまして、事務当局の方からその地裁の議論状況を紹介したところでございます。その後その内容は各庁に還元され、各庁で議論が行われたものと承知しております。またこうした各庁での議論を踏まえまして、先月から高裁単位で、刑事事件担当の裁判官の協議会を開いておりまして、そちらでも保釈保証金を含む保釈条件のあり方、それからその設定に必要な情報を当事者から把握するための審査手続きのあり方などについてさらに議論がなされたところでございます。このように裁判官の間での議論を積み重ねていくことによりまして、個々の事案に応じた適切な保釈の運用が行われていくと、そのように考えているところでございます。委員長。後藤雄一君。ゴーンが逃げてから1月になってからそういう検討するのはやっぱり遅かったと思いますよ。これぜひですね、法務省においては控訴審判決時の出廷、これを保釈中の被告に義務づけるべきだと思いますし、あるいは逃走罪を設けるということも積極的に検討すべきだと思います。また裁判所におかれましてはですね、保釈条件というのはやはり甘かったんではないか、保釈金の金額も含めてですね、これは実務の方も含めて厳しくなるよう両者検討いただけるようお願い申し上げたいと思います。それでは裁判所結構でございます。ご退席いただいて結構です。どうぞ安藤刑事局長、退席をして構いません。委員長いいですか。はい、後藤雄一君。続きまして、定年長問題いきたいと思いますが、昭和56年にこの国家公務員法改正案の内閣法制局の審査が
失礼しました、審査は55年に行われていると思うんですけれども、その審査の結果を踏まえた想定問答、これが昨日ですかね、小西参議院議員が国立公文書館で発見をされました。私も金曜日の段階で法制局の事務方からそういったものが公文書館にあるというふうに伺っておりました。配布資料の1枚目、これが法制局から小西議員が入手したもので、ちょっと見にくいんで、別の形のものが、これは小西議員がカメラで撮ったものですが、ここにあります。ここに定年特例定年勤務の延長および再任用の制度の適用は除外されることとなるという答えになっています。その質問は、検察庁大学の教員については年齢についてのみ特例を認めたのか、それとも全く今回の定年制度から外したのかという質問に対しての答えでございます。つまり検察官についてはこの想定問答では定年勤務延長は制度の適用は除外されると明確にこの想定問答で決められているわけでございますが、まずですね、法制局長官お越しになっていただいてますけれども、今年に入って1月21日に内閣法制局が法務省に対して意見なしという回答をする前にこの想定問答を法制局長官ご覧になってますでしょうか。内閣法制局近藤長官。今回の国家公務員法の改正に関する法案の検討の過程で、従来適用のなかった検察庁法と、検察庁法とですね、それから教育公務員の特例法というのは昔適用がない形で始まっておりますけれども、それについての過去の内容というのは参事官のところで洗っておりまして、当時の想定問答ですとか、あるいは国会での議事録なども含めて全部当然把握した上で審査を開始しております。委員長。後藤祐一君。見てるという答弁でございましたが、この勤務延長は検察官に適用されないというのが昭和55年当時の立法者の意思であって政府統一見解だと理解してよろしいですか。法制局長官。内閣法制局近藤長官。当時政府部内ではそういうふうに解釈されていたというふうに理解しております。委員長。後藤祐一君。先ほど山下前大臣がやってたやり取りは一体何だったんですかね。政府統一見解として勤務延長は検察官に適用されない、明確な内閣法制局長官の答弁がありました。内閣の統一見解なんですよ。森大臣、この想定問答、あるいは森大臣の部下かもしれません、法務省としてご覧になってますか。1月21日までに。森法務大臣。ご指摘の資料については事務方からその内容も踏まえて今回の解釈における前提として検討を行ったものと報告を受けております。私自身としても閣議制議前の時点で勤務延長制度の導入当時の解釈を含め必要な説明を受けていたものでございますが、なおご指摘の資料の内容は勤務延長制度が導入された当時、検察官については国家公務員法の勤務延長制度は検察庁法により適用除外されていると理解されていたとのこれまでの説明となら矛盾するものではございません。後藤祐一君。この想定問答を法務大臣および法務大臣の部下としての法務省の方が担当の方々が見ていたかどうかを聞いています。1月21日まで見ていたかどうかをお答えください。委員長。森法務大臣。はい、私は事務方からその内容も踏まえて、必要な説明を受けましたので、事務方は見ていたものと理解をしております。はい、委員長。後藤祐一君。つまりこの想定問答のを見た上で、その内容を法務大臣も知った上で、内閣の統一見解がこうである、この想定問答の通りであるということを理解した上で1月のやり取りをしたということですね。さて、森大臣、この想定問答は立法者の意思はダイレクトに明らかじゃないですか。2月20日予算委員会で私に対する森大臣の答弁、このように述べています。法の解釈論だと思います。当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますとの答弁を撤回していただけますでしょうか。じゃあちょっと一回止めていただけますか。止めていただけますか。即興止めてください。
してください。森法務大臣。はい、委員長。今議事録を確認いたしました。私の答弁は、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないというふうに答弁をしておりまして、議事録ではですね、はっきりと言っているところがございませんし、またその理由や経緯についても つまびらかでないのでございまして、私はこの答弁をしたものでございます。後藤祐一君。先ほど大臣は1月19日よりも前の時点でこの想定問答が存在し、そしてその想定問答の趣旨を部下から説明を受けて知っていたと答弁されました。そしてこれは内閣統一見解であるという内閣法制局長官の答弁もございました。つまり議事録ではないかもしれませんが、2月20日の森大臣の答弁は議事録等と書いてある、等と言ってますが、ダイレクトにつまびらかな文書じゃないですか。しかもそれ大臣がその内容を事前に説明を受けてるわけでしょ。知らなかったじゃなくて事前に説明を受けてるわけじゃないですか。答弁撤回していただけますか。森法務大臣。答弁の撤回はいたしません。と申しますのは、こちらの方で、私が法の解釈論の問題だと思いますというふうにご答弁を申し上げ、法律の解釈というのは現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じますというのに続けて先ほどのようなご答弁をいたしました。で、議事録等から見たところですね、先ほどのですね、任用の何でしたっけ、先ほどお示しになった想定問答集にはですね、勤務延長制度がですね、適用除外というふうに記載されておりますものの、そのように解釈した過程や理由等については、必ずしもつまびらかではない、つまり詳細な過程や理由が明らかにされておりません。そのような中で、検察庁法を所管する法務省として、検察官について、その勤務延長を認めないということがですね、その特例が定められていないことや、それから勤務延長制度そのものの趣旨、これが本当にどのような場合にも全く勤務延長しないという趣旨なのかどうかということ、また社会情勢の変化、さまざまなことを検討いたしました。また検察庁法が制定されたのが、22年でございまして、それから約30年後にこの国家公務員法ができたわけでございますが、まあ、その時からさらにまた30年以上が経っております。そのような社会情勢の変化等もですね、勘案をして検討した結果、検察庁法で定められている検察官のその定年による退職の特例は年齢と退職時期の2点であるというふうに解釈をし、勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈をできるというふうに理解をしたところでございます。後藤祐一君。先ほど法制局長官はこの想定問答は内閣統一見解だとおっしゃいました。法務大臣はこれは内閣統一見解ではなかったというわけですか。委員長。森法務大臣。いえいえ、私が今説明をしているのはですね、当時はそのように政府で、理解をされていたと思います。法制局長官のご答弁の通りだと思います。しかしそのように解釈をした検討の過程や理由等については必ずしもつまびらかではない、必ずしも詳細に、記載されているものがございません。その上で社会情勢の変化等に鑑み、また今回国家公務員法の定年を全般的に引き上げるという、まあ、法案の検討をする過程で検討した結果でございます。後藤祐一君。過程は結構です。これは結果ですから、この昭和55年の法制局の審査の時のこの法案の立法者の意思としてこの想定問答で示されている勤務延長は検察官には適用されないというのはこれ結果ですから、これは政府統一見解ですから、この政府統一見解を過程ではなく結果として森大臣お認めになりますか。森法務大臣。今ほどご説明した通りですね、当時はそのように解釈をされていた。しかし今般ですね、先ほどお示しした理由によって当時のことを聞いています。
当時と、まあ、今般について今ご答弁をしております。当時のことじゃあお認めになるということですね。当時はそのように解釈をされていたと理解しておりますが、今般はまた先ほどご説明したとおりに解釈をしたということでございます。委員長後藤雄一君。当時は法務省としても内閣統一見解として検察官には勤務延長は適用されないというふうに解釈していたことを今法務大臣認めました。20日の私の質問に対する答弁は、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますと。明らかな矛盾じゃないですか。もうこれ以上やっても明らかな矛盾を撤回しない姿勢を、まあ、これから先も晒すんでしょうから、次に行きたいと思いますけれども、森大臣、国家公務員法の81条の2で定義されている定年の退職時期については検察官には適用されないということでよろしいですね。まず基本的なことの確認です。森法務大臣。はい、適用されないと理解しております。はい、委員長。後藤雄一君。人事にお越しいただいておりますけれども、人事にお聞きします。検察官にとっての退職時期は検察庁法22条で規定されてますので、国家公務員法81条の2で定義されている定年退職日という概念は検察官に対しては適用されないと考えてよろしいですか。人事院松尾給与局長。お答え申し上げます。検察庁法で定められている特例についての解釈につきましては法務省の方でご判断されるべきものだというふうに考えております。後藤雄一君。つまり81条の2の定年退職日は他の検察官以外のいろんな一般職の公務員について規定しているわけですけれども、検察庁法22条で検察官については別の定めをしていますから、それは特例になっているので、81条の2で定義されている定年退職日は検察官には適用されないということでよろしいですか。これ議論の前提を聞いているだけなんですけど。人事院松尾教育局長。お答え申し上げます。国交法で定める定年退職日については適用されないということでございます。委員長。後藤雄一君。もう一問です。人事に聞きますが、この81条の2において定年退職日は定年に達した日以後における最初の3月31日または任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日と定義されていますが、各府省平成6年以降この指定をしていないと伺っています。したがって現行では81条の2に定義する定年退職日は3月31日ですか、すべて。人事院松尾教育局長。お答え申し上げます。委員のご指摘のとおりでございます。委員長。後藤雄一君。森大臣に伺います。定年延長を定める国家公務員法81条の3は定年退職日の翌日から起算することとされています。そして例外は規定されていません。で一方で81条の2で定義される定年退職日というのは検察官にはその概念も適用されないという答弁がありました。そしてこの81条の2の定年退職日はすべて3月31日として今運用されているという答弁もございました。そうしますと森大臣、検察官には定年退職日という概念が適用されないわけですから81条の3の勤務延長の起算日は特定できないんじゃありませんか。森法務大臣。職員が定年に達したときに退職するとの意味での規範は国家公務員法81条の2第1項が適用され、定年年齢と退職時期については検察庁法22条がこの81条の2第1項に書いてある法律に別段の定めのある場合として適用されるものと返しております。委員長。後藤雄一君。検察官に定年退職日はあるんですか。国家公務員法81条の2および81条の3に規定されている定年退職日は検察官にあるんですか。委員長。森法務大臣。今ほどご答弁申し上げましたとおり、定年に達したときは退職するという意味での定年制の規範そのものはですね、検察官に適用されるというふうに返しておりますので、定年に達した日、つまり定年退職日というものがあるというふうに理解をしております。委員長。後藤雄一君。先ほど人事院給与局長は
国家公務員法に定める定年退職日はすべて3月31日だと答弁しました。検察官についても3月31日なんですか。違いますでしょ。81条2および81条の3の定年退職日は、その定年退職日は全部3月31日で運用されてるんですよ。でも黒川さんは2月7日が定年退職日だったんですよ。つまり黒川さんの2月7日っていうのは定年退職日ではなくて、退官すると検察庁22条で決められた日に過ぎないんじゃないですか。定年退職日の定義は国家公務員法81条の2でなされてるんですよ。でそれは検察官に適用されないって先ほど松尾さん言ったんですよ。検察官には定年退職日、少なくとも国家公務員法81条の2、81条の3の定年退職日はないんじゃないですか。でも多分同じことを答えるでしょうか、時間稼ぎされるんで、ここは先ほどの松尾局長の答弁、そして81条の2、81条の3、3が31日になっているということ、それと検察庁法の関係を整理して、文書で提出いただきますよう、委員長、取り計らいいただきます。ただいまの資料請求につきましては、主査から予算委員長に報告をしておきます。委員長。後藤祐一君。つまり、定年延長の起算日は、定年退職日の翌日と81条の3に書いてあるんですけれども、他の国家公務員は3月31日なのに、黒川さんだけ、失礼しました、起算日は4月1日だ、定年延長の起算日は4月1日なんですけれども、黒川さんの場合だけ2月8日にできるということじゃないですか。なんで法律にその定年退職日の翌日って明確に書いてあって、例外はないんですよ。この法律の解釈を一体どこで書いたんですか。そこで問題となるのは決裁文書の話になるんですが、この決裁文書、先ほど文書では決裁は取ってないという発言がございましたが、森大臣、これは決裁が完了した行政文書ですか。森法務大臣。はい、私は口頭で決裁をしておりますので、決裁が完了した行政文書でございます。委員長。後藤雄一君。配布資料の中にですね、法務省行政文書取扱規則、先ほど大臣も引用されましたが、配布しておりますが、その後ろから2枚目、17条というのがあって、この法務省行政文書取扱規則第17条は、決裁を完了した行政文書の文書番号は、文書管理システムにより登録すると書いてあります。文書番号取ってますか。速記を止めてください。してください。森法務大臣。はい、委員お示しの、配布資料は法務省行政文書取扱規則でございますけれども、取扱規則上の文書ではございませんので、番号は。はい、そうですね、規則上の決裁を得る文書ということではございませんので、番号は取っておりません。委員長。後藤雄一君。この17条は文書とか口頭とか書いてないんですよ。決裁を完了した行政文書の文書番号はって書いてあるんですよ。だから口頭と左右に決裁に口頭なんかないんですよ。17条の決裁を完了した行政文書にこの文書当たらないっていうんですか。じゃあ決裁じゃないじゃないですか。決裁一般について書いてあるんですよ。この17条との関係について、理事会でお取り計らいください。委員長。ただいまの資料要求につきましては、主査から予算委員長に報告をしておきます。委員長。後藤雄一君。そうしますと、国家公務員法81条の3の勤務延長の起算日、これは法律で定められています。4月1日です。そして、例外はありません。この勤務延長の起算日を何らか法的効力のあるもので修正したはずなんですね。その文書は何ですか、森大臣。委員長。森法務大臣。はい、ですね、まず、先ほどの退職時期についてのご質問でございますが、これまで国会で答弁してきておりました通り、特例がですね、年齢と退職時期の2点でございますので、退職時期についても特例であるというふうに理解をしております。また、
委員ご示しの法務省行政文書取扱い規則に定められた方法による、まあ、書面による決裁をですね、それは該当しない、この取扱規則に該当しないということで、書面の決裁は取っておりません。そして口頭の決裁を取ったということでございます。委員長、後藤雄一君。17条違反じゃないですか。そして質問に答えてないですよ。81条の3の勤務延長の起算日を修正する法的効力のある文書は何ですか。お答えください。森法務大臣。委員長、先ほども述べたとおりですね、定年年齢と退職時期の2点については、検察庁法22条によりですね、定年年齢と退職時期について、修正をされておりまして、国家公務員法81条の2、第1項の特例であるというふうに、理解をしております。どの文書ですか。聞いてます。答えてないです。文書、法律を修正する文書です。法律の効果。ちょっと止めていただけますか、委員長。森法務大臣。はい、法律の規定というご質問でございましょうか。文書というのは。81条の3で、はい、質問聞いてください。はい。それではもう一度ご答弁申し上げますけれども、検察官の定年による退職の特例は、定年年齢と退職時期の2点でございまして、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっていると言うべきでございますので、結局、検察官の定年による退職は、検察庁法22条により、定年年齢と退職時期につき修正された国家公務員法81条の2第1項に基づくものと解されます。したがって前条第1項の規定により退職した場合に適用される同法81条の3の規定は検察官にも適用されるものと解しております。委員長、後藤雄一君。81条の3の勤務延長の起算日は定年退職日の翌日って書いてあるんです。でその解釈をどう法律効果のある別の法律なり政令なりで変えなきゃ実現しないじゃないですか。実際法務省が人事院に示した例の文書修正するって書いてありますよ。配布資料の中にありますでしょ。どこの文書で修正したんですか。この配布資料の3ページ目から4ページ目にかけて勤務延長制度の検察官への適用についてという紙、この中の1っていうところで、国交法81条の3第1項第2項のうちその職員に係る定年退職日とあるものはその職員が定年退職した日と修正されて適用されることになる。法律効果のある国家公務員法で定めている勤務延長の起算日を一体いかなる文書で、修正したんですか。法律効果を、法律効果を修正する以上何らか法律なり政令なりが必要じゃないですか。この紙ですか。どの文書で修正したかもう一度お答えください。委員長、森法務大臣。今までご説明しておりますとおり検察庁法22条によって修正されておると解釈しております。委員長、後藤雄一君。22条はこんな、だって定年退起算日は書いてないじゃないですか。勤務延長の起算日について22条書いてないですよ。しかも定年退職日については全部3月31日だって言ってるんですよ人事院は。文書はそうするとどの文書なんですか。この3ページから4ページにかけての文書が法律効果を修正する文書ですか。まずどの文書なのかお答えください。さっきから答えてない。森法務大臣。22条によって修正をされたというふうに解釈をしております。年齢と退職時期の2点が特例として検察庁法22条に定められていると理解しているわけでございます。委員長、後藤雄一君。国家公務員法には定年退職日の翌日って書いてあるんですよ。検察庁法22条には定年退職日とは書いてないし定義されてないんですよ。実際国家公務員その他の方々一般職の方々は3月31日が定年退職日なんですよ。黒川さんの場合は2月7日じゃないですか予定されたのは。日にちも違うんですよ。他の方は3月31日なのに黒川さんの場合だけ2月7日にするっていう、なんかそうするんだったら法律改正するなり政令決定するなりしなきゃいけないはずじゃないですか。この紙でそれを決めたんですか。あるいは紙が全くないっていう意味ですか。もう一度答弁。委員長、
森法務大臣。検察庁法22条にですね、退職時期について定年に達した日というふうに規定をしております。定年に達した日という定年に達した時でございます。失礼いたしました。定年に達した時というふうに検察庁法22条に規定をされておりますので、この定年に達した時というのが、誕生日をですね、起点にして、誕生日の前日が定年に達した日というふうに理解をしております。後藤雄一君。人事に聞きます。他の一般職の公務員については定年退職日は定年に達した時ですか。定年達した時の一番すぐ来る3月31日っていうふうに定義してるんじゃないですか、人事。さっきその答弁してますよ。条文確認してるだけです。人事院松尾給与局長。お答え申し上げます。職員は法律の規定で言いますと、職員は法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは定年に達した日以後における最初の3月31日、または、第55条第1項に規定する任命権者、もしくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職するというふうになっております。後藤雄一君、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力をお願いいたします。人事の言った通りなんですよ。定年に達した日じゃないんですよ。その直後の3月31日なんですよ。勤務延長の起算日を決める起算日はその翌日だってことなんですよ。それ以外の適用はないんですよ、大臣。ここを整理して、この国家公務員法81条の2および3、この勤務延長の起算日についての今の人事答弁を踏まえ、なぜ黒川さんの場合は2月8日が勤務延長の起算日とできたのかということについて、いかなる文書を持ってそれを決めたのか、どういう整理になっているのかについて、整理した文書を提出いただけるよう委員会でお取り計らいください。はい、ただいまの処理要求につきましては主査から予算委員長に報告をしておきます。後藤雄一君。終わります。これにて後藤雄一君の質疑は終了いたしました。午後1時に本分科会を再開することとし、この際休憩をいたします。